大丈夫？うん、死ぬかと思ったけど、うんうん、ほんとギリギリだよ。任せて。いやでも馬を失ったのはちょっとでかいな。まるで軍隊だ。ほんとだね。こんなにいるって思ってた？その可能性はあるってトミーが。気持ちに変わりはない？ないよ。パトロールに注意して。私を見つけ出そうとしてる奴らがいたし。なんで軍隊を相手にするのか。私が見たのは二人。でももっといそうだった。学校から逃げたのがバレて仲間が殺されたって知ったら全力で探しに来るね。特には何もない。入れ替えてリロードしたいの。命取りやかいねこのゲーム。でさ、ジョエルのリボルバー結構使いたいんだけどさ、全然当たんなくてさもどかしいんだよね。一段階強化してるんだけどそれでもだからな。しまった。こっちは進む。まだ物資を探したい。建物の中に何か残ってるかな。残ってないことなんてあった？残ってたね。ティナード。あー、弁護士っぽいあれでも知力80か。なんか際立っていいとかそういう感じではないね。書類はなし。いや、こういうところでサバイバルガイド落ちてたらたまったもんじゃねえな。血が新しいらしいから、ちょっと気をつけていくか。まあでもあれだよね、トミーでもう居場所がバレてるから何とも言えないんだよな。あ、間違え、危ねえ、習得して、よしよし。だいたいトイレに落ちてるんだよねサプリメントね。いやいや、うわー、なんかすげえこと、うーわ。いって、どっから来た？どうした？うん、もちろん私も。そりゃあもう作りますよ。もう意外とね、ああいう時一人で対処しないといけないからね。全然手伝ってくれないから。
よーし。誰だホームラン打たれたやつは。出てこいよ。やっぱサプリメント出てくるね。物資があっただけかな。敵とね。はいはい。なんであいつらはエリーとトミーを殺さなかったの？さあね。不用心すぎない？バカなんでしょ？多分。え？ん？多分？あなたが探してた相手じゃなかったから逃がしたのかも。ボコボコにはされたけどね。ジョーダンってやつに顔蹴られた。でもなんでとどめを刺さなかったの？だってとにかくやつらはしくじった。だね。おー、確かにジョエルだけだったもんね。メモに書いてあったこの名前は？テレビ局にいるって子。リア。それあの子かな。髪編み込んでる子。違う。覚えてるのはあのドエス男を切り裂いた時に聞こえた叫び声くらい。ねえ、これ見て。クズがクズの支配者にとって変わったんだ。これね。まあ何にせよルールは必要ってことだね。リアを見つけたらどうするつもり？知ってること吐かせる。仲間の居場所を突き止めなきゃ。ジョエルを殺した理由は？聞く。そうなんだよね、結局分かってないもんね。うん、別に。エリーに話してないこともあるって可能性はないかな？あるね。ジョエルはあんまりおしゃべりじゃなかったし。トミーは何考えてるんだろうね。私よりジョエルと揉めてた人のこと知ってるはず。うん。行けそうで怪しいな。あれわざとかな。扉開いてるやつね、気になるな。よし、ぐるっと回ろう。あっちはないと信じよう。一応まだビルは見えるね。どうやって行く？なあ、どうしようかな。なんかそっち行きたくねえな。もう入り組んできてるもんね。ウルフだ。いやいやいや、それはいいとして、援護。おお、目の前行った。はい、いいの？おお、強い。
っと待った、どこ、まずどこにいるかなんだよな。よし、変えて。まだいる？わかんない。よし、やーせるわ今のは。この声あるやついる？いない。全く見覚えのある方はございませんね。何か出てるのか。ハロウィーンのものだけ。結構面白いのもあるね。興味ない。この隔離地域大きくない？かなり大きい。街中にウルフがいるのかな。じゃなきゃいいけど。でもそれはそれでめちゃくちゃやばくない？そんだけ会うってことでしょ。違う。あれ、全然地図開いてくれないね。なんだ？やっぱ開いてくれないね。地図がね、開いてくれないのよね、なかなか。それとも地図というものがもうないと。遠回しに行ってきてるのか。あ、やべえな、めっちゃ近くでいじってるけど。まさか目の前でねえ、いじってると思ってないだろうな。止まった。痛い。待って、痛い。いやー、リアルタイムなんだね。停止っていう言葉はないんだね。あー、マジかー。いやがった、ここだぞ。マジで今の撃ってくんの？マジか。それ、そう、おお、マジか。他にもいる？もうどんどん来るじゃん。いない。ねえ、何人くらいに追われてたの？たくさん。いやいや、たくさんってレベルじゃねえから。いやー、意外と回復が尽きてきた。
いや、一旦これで止めとこう。あと1枠武器もあるし、なんかあるかもしれないからね。思ったより探索が長い。まあ、醍醐味っちゃ醍醐味なんだけどね。繋がってたのか。ちょっと消耗したから欲しいところだけど、ないよね。さらに奥っぽいね。これは あこっち側から来た感じなのかな。いや、もっとやっいないやついるわ。サバイバリストマガジン切ったー。ステルスゲット。どうしよう。メモもゲット。クラン。名前だけ。よしよし。全然売ってくれないじゃん。はあ、ってなるともう。スキルは使った後、君がねー、ほんとトラウマ級だよね。一撃だから毎回。厄介なのはさ、ランナーの場合普通の人と変わんないから、見つかったらバレるっていうのがね、きついんだよね。これ以上持ってない。
サイレンスはとりあえず作るだけ作っておいて。持っておこう。いやー、ほんとさ、見つかってからというか、めちゃくちゃ敵の索敵強くなってるよね。何それっていうぐらい。早いからさ。侵入者はどうやって入ってきたの？脱走兵が逃げたとこかと。脱走兵が一番最悪。どうでもいいね。ここにいたくないってんならしょうがねえだろ。裏切り者だよ。スカーは行動パターンわかるし。だから言っただろ。どうでもいいね。裏切り者が出たってことか。ほう。待って待って、今のはどっち？後ろか。あー、回せていけるけど、うわー、どっちから行くかって話。邪魔ですよ。確認して。よし、援護しろ。意外とこっち側に来てたわけだね。騒ぐなよ。もう散々やられてんだこっちは。なあ、必ず銃弾持ってるわけじゃないんだよな。他にはいない、今のところ。てかさ、マジで広くね。こんな広かったら。ここ敵だらけだし、1分話せば十分。拷問するつもり？必要なら。やばいよね、多すぎるよね。あれ、戻ってきた。下降りれるけど、なんか危険な香りしかしないね。はあ、まだあっちでしょ、目的地は。いや、でもだいぶ近い。